はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ピゴキュウイ様、ご支援ありがとうございました。ちょっと意味は分かりませんけれども、どういう意味なんだろうな。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。1月21日土曜日17時から、池袋でメール党員様限定新年会開催。ご応募は党員メールからお願いいたします。会場がちょっと狭くて、許容人数が少ないので、支部長さんとタックンは今回はご遠慮ください。お願いします。申し訳ない。メール党員でもあるのに支部長さんたちとタックンは申し訳ないです。俺らは別に別なとこでやりましょう。昭和23年1948年終戦から3年後ですね。ハチ公前がこんな感じ。ポツンと真ん中にハチ公ガラーンってしてましたね。これが何、交通量世界一のスクランブル交差点、多い時で一度に3000人が渡るっちゅう、スクランブル交差点、世界にも名だたるになっちゃうんだからすごいな。2月にですね、スクランブルデモ開催を計画しております。12日か19日かちょっと試案中なんですけれども、その次の日曜日というと26で、さすがに226はなんかいろいろ行事とかあんのかな思って遠慮しっかな。なんか雪降りやすい曜日、雨とか雪、天候が乱れるらしいんですよね、2月26日。毎年の東京の天気なんていうホームページありまして、発見しまして、そこで調べたところ、曜日じゃないや、日にち決まりましたら、告知いたしますんで、皆様ご参加よろしくお願いいたします。 NHK はスクランブルっていう、言葉が拡散することさえ恐れております。だってどういう仕組みかどういうことか知ったら、そっちの方がいいんじゃねえどう考えてもってなりますもんね。コラボニートモノオさん、正義念に寄付するだけでなく、これ韓国の自称慰安婦支援団体ですね。支援を自称してんじゃなくて、慰安婦と自称しているやつら、ハルモニっていうんですかを支援する正義念って団体、ソウルの日本大使館前で毎週水曜日に嫌がらせ集会を2000回やったっていう、粘着しつこい団体ですね。それですね、18歳から29歳の女性限定でハルモニシェルター見学ツアーを2018年に実施しておりました。15人まで、です。4泊食事付きで全部で2万円ってすごーい。慰安婦問題について学び、韓国の活動家との出会い。慰安婦ハルモニシェルター訪問、本当におすすめ。何がおすすめなんだよ、さっぱりわかんねえよバカって感じなんですけど、ネットの話、なんで18歳から29歳限定なんだ、なんで若い女性しか募集しないんや、年齢を限定する理由は、これもう韓国人男の嫁探しやろ。なんでこういう連中って韓国大好きなの、マジで何がおすすめなのかわからない、臭いのがどんどん出てきてて臭、私たちは買われた点の起源、これ参加者も慰安婦にさせられちゃうやつ、斡旋かな、正体隠す気もないのか、やっぱりこいつアホなんちゃうかアホなんちゃうか、やりたいことですね。募集した結果ですね、結局は全員お里帰り、だったってオチかな。赤羽募金と税金と寄付金でお里帰りツアーを企画してやるサービスかな。これに参加しようって考えるような日本人はもうバカで救えねえから、救える限度ってものあるから、私の15年の動物病院経営の、経験からたった一つ確実に言えることがあります。それはですね、ダメなものはダメ、どうやったって死ぬものは死ぬという、格言ですね。格言って言えるようなもんですけれども、救える限度ってもんが あるから無理だな、こんなバカはな。30歳以下に限定したんですね。活動家との出会いって書いてあるから、やっぱり嫁に、させられちゃうのかな。日本人の女をあわよくば
韓国人にの男に、売っ払おうかみたいな、そういう横島があるんじゃないでしょうか。あと、30歳以下だったら、うまく騙せんじゃないか。30歳超えた、女性を論破できない。理詰めで、言われると、操れないって思ったかな。後年ですね、私たちは買われた。で、言い出すんでしょうか。こいつらは、そりゃお前らが売ってたから、買われたんだろうって話でね、陳列してなきゃ買えねえよってバカって話なんですけど、赤い羽募金理事早瀬昇と辻元清美は仲良し。辻元議員をなんて書いたの、なんとかっつって応援してますね、早瀬昇。モノミユさんのですね、どっちかっち言えば余裕がある人が参加する観光のピースボート事業にですね、なぜか赤羽募金から750万円を助成している。まあ一回だけですけど、辻元さんは30年来の盟友ですとか書いてありますね、こちらにね。早瀬昇の当時の肩書きはですね、これに載ってる肩書きはですね、同志社大学政策部客員教授&市民活動家って書いてありますわ。中立でない活動家にですね、赤い羽募金の理事やらしてええんか。活動家っていうことは、右でも左でもどっかに突出してるってことでしょ。中立とは言い難いよね。どんな活動してるか知んねえけど、学術会議みたくですね、なんか仲間内でポスト回して独占してる疑惑が深まるんですよね、こういうの見とね。ネットの話、自らを市民活動家という早瀬昇。なんかあるでしょ。うわ、もう寄付できない。赤い羽ではなく赤の羽。人種ジェンダーに関して火を吹くように騒いでいた理由、もう元から立たなきゃダメ。善意が食い物にされてるのは腹が立つ。赤いもの何でも不審に、もう絶対赤羽に、募金しないと。皆さん赤羽に募金してもろくなことに使われません。断る勇気を持ってください。町会とか自治会で請求されたら、監査でケチがついたコラボやピースボートに金が行くから断るって言えばいいんですよ。そういえばそうなのって周知にもなるしね、言いふらしてください。要求されたらよろしくお願いします。パブロンやルルなど風邪薬を中国人が根こそぎ買い占め問題に、厚労省が大量購入や買い占めを防ぐような対策せよと小売店に通達出しました。ネットの話、売って売って売りまくれ。何店舗も回るだけやん。日本に住んでる中国人が祖国にいる家族や知人に送って転売させている。日本人は病院で処方箋もらって、売薬はぼったくり価格にすればよろしい。わざわざ日本で買わなくても漢方薬でなんかないのか。中国人は中国人が信用できないから、他国に逃げて他国の薬に頼るんだよ。年末にアマゾンでパブロンを1000円で買って、年が明けたら1800円になっててビビったわ。アマゾンでも在庫切れかもしれない今な。この頃から確定した事実はですね、中国の薬は効かない。中国人は中国の薬を選ばない。漢方薬も含むでしょうな。これもう本場って言われないな。日本においては処方薬として、売店、薬局で買えない確かな漢方薬を津村とかが生産してますよね。中国には効く漢方がないんでしょこれ。通達出しても店は売れればいいから大した効果はなさそうですね。売れればいいんだもん店はね。あとね、10人に10個売るよりも1人に10個売った方が業務的にも楽だし、日本人はちゃんと診療を受けて処方薬使って、売薬はぼったくり価格、例えば1箱1万円とかにするアイディアは検討の余地ありですね。一部店舗ではすでに実行してるかもしれないですけどね。それが中国人の経営者だったら笑いますよ。ぼったくってやるっつって、中国人からっつって、中国人が考えそうなことですよねこれね。弱るテレビ、年末年始は一挙公開と銘打ち、再放送スペシャルが目立つ。キー局社員、テレビの収縮がはっきり、私もネットフリばっかり。面白いですね。ネットハウス、嫌なら見るなは名言。傑作選という名の再放送。テレビ捨てたから全部再放送でもええで。年末年始全くテレビを見なかったな。70代の親でさえ紅白つまらんと言い出す始末。金かけなくなってますます衰退が加速するスパイラル。
今のテレビ局には日本人がいないからしょうがないね、法則発動だろう、再放送は広告料を値切られるそうで、本当はあのテレビ局もやりたくないんだろうが、金と使える才能がなくてですね、映像作れないんでしょうなこれな、次から次へと映像を作り続けなきゃダメなのに、自利品加速と、メイン層が70代ですの共産党みたく積んでますねこれざまあ、法則発動って見方もありますけど、子供もツベばっかり見てるそうであります。その親たちもサブスクとツベばっかし見てるし、まあ使わない筋肉が衰えてくるように需要がないんだから、テレビは滅びる確実に、テレビ見ないが持たないは、NHK にも責任ありますね。受信料はこの素晴らしい NHK の存続のための負担金で視聴料ではない。だから見ようが見まいが受信料払ってもらって、こんな傲慢なことね、あの傲慢と気がつかずに公言してんだから、経営委員会で、議事録作っちゃってそれ公開してんだから、一人暮らし始めた大学生とか、そもそもテレビ買わないじゃん、 NHK くんの嫌だもんね。利用者が2000万人いる、アプリ TV タイム、これはもうアメリカのアプリみたいなんですけど、2022年度最も見られた番組はワンピースですね。こちらに一覧出ておりますけど、2位6位は全部アメリカのドラマだったみたいであります。海外の反応、外国人の反応、別に驚かない。オビワンケノービが一番見られてるのかと思ってた。初めて視聴してハマる人を大勢見てきたよ。これはワンピースを見なさいという神の啓示なんだよ。大げさなんだよいちいち言うことが。風呂が熱くてオーマイゴッド、オー神よってなんだそれって話なの。外国人、大げさ。これからアニメ化される部分を考えるともっといく。一番制作費が高いリングオブパワー、はトップになれなかったのか、まあ金かけりゃいいってもんでもないですよね。息子に孫ができるまでワンピースは世界一であり続ける。一体どのぐらいの年なんだよこの人。作者もまさか世界一視聴される番組になるとは思ってなかっただろうなぁ。これがパヨどもが、パヨとゴモどもが漫画やアニメを規制したがる理由ですね。日本のイメージアップとかソフトパワーを妬んでるし恐れてんですよ。日本の国力上昇にもなるし、献血ポスターの宇崎ちゃんにフェミどもがですね、性的すぎるって噛みついたのもこの一環です。結果としてひまそらさんを激怒させて、今コラボが窮地に陥ってますけども、結論、漫画アニメを規制したがるのは日本と日本人の敵なので、日本改革とは表現規制に絶対反対であります。いい人ぶりたい、賢く見られたいっていう無知もお前なじいさん自民議員が騙されないかが心配なんですよ。あいつらバカだからね、何にも物知らずに攻撃されてるとも感じずに、いい人ぶりたいからって理由で賛成ってしちゃう、規制賛成。これは手段が無限にあるですね、無限戦争の一部なんですからね。漫画好きアニメ好きでない人も、日本が好きならご協力ください。漫画アニメの表現規制は敵による攻撃であります。日本を破壊したい日本が嫌いな連中の攻撃であります。いくら増税されても暴動とか起こさない日本人も、これやられたら一揆とか起こすんじゃねえかな、ちょっとチラって、思いますけれどもね。漫画アニメが好きな、人間はそれこそ膨大だから、自分の食うものを削ってでも、グッズ買いたいとかですね、自分の食には関心ないけど漫画アニメにはすごく関心あるみたいな、オタクさんも多いですしね、何万人何百万人、いますしね。おいそろってはできないでしょうけれども、まあ無知もお前な自民党のじいさん議員、こいつらが厄介なんだよ。いい人ぶりたくて、賢ぶりたくて、なんかいい人に見えて規制しましょうって話なっかしんねえから、もういちいちツイッターやらで、バー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 これ攻撃ですよ敵にいるって、教えてやってですね、なんとか止めたいと思います。そんなことになろうとなろうもんならっていう話。メール党員さん大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。